在札幌米国総領事館はアメリカ合衆国が日本の北海道札幌市に設置している総領事館である1952年4月28日に開設された札幌の米国領事館総領事館は第二次世界大戦後に開設されたばかりだが北海道における米国領事館大理領事事務所の歴史は幕末の安政年間まで遡ることができる 1854年3月31日に日米和親条約が締結されたことにより日米両国の国交樹立と合わせて下田の即時開港と函館の1年後の開港を及び下田と函館へのアメリカ人の居留許可が定められた。1857年4月28日アメリカ人外交官エリシャライスが貿易事務官として函館に来港した。 1857年8月23日、老中、堀田正都氏のお墨付きを得たライス貿易事務官は、函館に常駐を開始する。1865年1月18日付で、ライス貿易事務官が、函館駐在の初代領事に任命されて、在函館米国領事館。ライス領事は、明治維新後の1870年11月2日まで、 その職にあった。公認者として、領事2名と副領事2名が官長を務めた後、1875年11月6日から1876年10月5日にかけてメリマン・コルバート・ハリスが最後の領事を務めた。1876年、改変のため在函館米国領事館は閉鎖された。なお、当時領事館として使われた建物は現存しておらず、 箱館市弥生町4番に旧アメリカ領事館跡の案内板が設置されているのみである。1876年、領事館に代わって在箱館米国代理領事事事務所が開設される。1877年1月3日、メリマン・ハリス前領事が留任する形で初代代理領事に就任して、1879年2月12日まで放職した。 1883年に代理領事事務所は一時閉鎖されたが、1904年に再開された。同年5月2日、エドワード・ジュリアン・キングが代理領事に就任して、1918年9月30日までの14年に渡ってその職にあった。同年11月15日、米国務省により函館の代理領事事務所が正式に閉鎖された。事後、 第二次大戦が終結するまで、函館を含む北海道全土に、アメリカ合衆国の領事機関が置かれることはなかった。1945年、第二次世界大戦で大日本帝国を破った、アメリカ合衆国は、北海道を含む日本全土を占領して、自国が主導する、連合国軍最高司令官総司令部の施政下に置いた。GHQ 占領期の1950年、 札幌市中央区北五条西八丁目に、米国政治顧問部札幌支部が開設された。官庁たる政治顧問には、順に、ウィリアム・エール・マジストレッティ、リチャード・ボズウェルフィン、デイビッド・ローレン・ソース・ボーンが奉職した。この政治顧問部は、占領期が終わるまで存続した。1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効したことにより、 日本国が独立する。これに伴い札幌の政治顧問部が閉鎖され、在札幌米国領事館として発足。北海道の米国領事機関としては34年ぶり、札幌の米国領事館としては史上初の開設が実現した。初代領事にはデイビッド・ローレンソース・ボーンが昇格する形で就任。1955年に領事館が 札幌市中央区北一条西十三丁目に移転して1978年には領事館が円山公園近くにある現在の建物へ移転した。1986年11月21日、領事館が昇格して在札幌米国総領事館が発足した。ありがとうございます。